中華料理は中国で食べられてきた料理、またはその技法、調味料を使用して作られた料理である。比較的広い国土を持つ中国では、各地方の気候、地理、歴史、食材、食習慣の違いにより、独自に形成された調理法、味付けの料理がある。日本を含め世界的に広く普及し、また現地化も進んでいる。多彩な技法や味のバラエティを持ち、 世界三大料理の一つに挙げられている。ロシアを除くヨーロッパのすべての国を合計した面積に匹敵するほどの広大な国土を持ち、地理的、気候的条件など各地でそれぞれ特色が異なる中国では地方ごとに食材も異なり、また、漢民族に同化していった、もしくはかつて漢民族を支配した多彩な民族を基礎としているため、その調理法や味付けも、 地域差が大きい。中華文明の影響を強く受けた日本、朝鮮、ベトナムなどの周辺国でもその国の料理法に大きな影響を与えている。また近代以降も世界中に移民として渡った家境たちが移民先の国に持ち込んだため多くの国に伝わった。この中には持ち込んだ国の料理と融合したり中国大陸に存在しない食材を利用したり 現地人の料理人が考案したりした中国本土にも見られない進化を遂げた中華風とも言うべき中華料理もある。このため中華料理に共通する性格を上げることは難しいが現代以降の中国では火を通した温かい食事をとることが重視されてきたため中華鍋を使い日本料理や西洋料理に比べて強い火力を用いる炒め物が目立ち 油を多用する料理が多いという傾向がある。逆に生野菜の使用や冷たい料理は少ない。中国文化においては、飲料水においても、冷たい水は好まれず、茶野菜か常温の形で提供される。魚介類については、海に近い関東地域、三河東地域を除いては、全体的に淡水魚が使用される傾向が強い。また、 中国の中でも宗教的なタブーによって仏教と同教信者向けの精進料理としての砂やイスラム教徒向けの豚肉及びその加工製品、ラードを用いない精神祭があるが、調理器具、技法、忌避されない素材、調味料には類似性がある。古代の中華料理は現在とはかなり異なっていた。煮込み、直火焼き、香が多く、今日では、 廃れたナマスもよく食べられており、甲に懲りて、ナマスを吹く、人口に会社するなど、古代中国由来のことわざ、汎用句にも伺うことができる。古代の中華料理については、生民用術が詳しい。現在の中華料理で品用される強い火力が、必要な炒め物の技法は、北曹の時代、もともとは石炭を加工した外炭が、時期の製作に使用されていて、それが、 料理用の牢やかまどなどに転用されることによって生み出されたものである。以後南宋から現代にかけて炒め物が普及した。また同じ頃から木版印刷の発展によりレシピ集も多数出版されるようになった。以後、世界各地の食材や調味料も積極的に取り入れて消化、応用し独自料理を作り出して進化していった。麻婆豆腐の唐辛子や ジンジャオロースのピーマンなどは中華料理に欠かせない食材となっているが中国に伝わったのは16世紀以降と歴史的な背景からすれば近世に導入された食材である。また、関東料理には欠かせないオイスターソースは19世紀末に開発され20世紀に入ってから普及したもので、福建料理や関東料理でよく使われるサテソースはインドネシアやマレーシアから伝わった。 調味料を取り入れたものである。また、中華料理は外国に大きな影響を与える一方、中華料理の手法も日本料理を含む国外の料理に大きな影響を受け、独自の発展を遂げる例も珍しくない。大皿に盛られた料理を取り分けるスタイルから、フランス料理のように一人前ずつ盛った料理をコース順に出し、素材や料理法も現代的に洗練された。 ヌーベルシノアなどはその一例である。中華圏だけでなく日本も含む世界各地の中華料理関係団体を集めた世界中国に連合会によって1992年から中華料理の世界大会も行われている。中国では8オーナ系という地域分類が最も一般的に用いられている。他にも大雑把な4オーナ系。 詳細な分類法などいくつもの分け方が存在する。日本においては、四大中国料理という分類が一般的。俗に、関東人は二足なら親以外、四足なら机と椅子以外、走るものなら自動車以外、泳ぐものなら潜水艦以外、空を飛ぶものなら飛行機以外なんでも食ってしまう。と言われるように、その食材は多岐多様にわたる。このためその種類は、 極めて多い。調理法についても同様で、炒め方一つとっても欲しいため炒め、なめ炒め、きよし炒め、生炒め、爆炒めなど、技法や、時間の長短により10種類近くあり、それぞれの炒め方を関した料理が出来上がる。さらにこれに用いる、調味料で変化を加えると、青菜の炒め物だけでも100種類を超える料理が出来上がる。こうしたことから一人の中華料理人が作れる、 料理の数は何万種類にも及ぶ。煮込み、または炙り焼きの調理法。熱々のスープの入った小籠包関東料理の一つであるヤムチャの場合、お茶を継がれる際に人差し指でテーブルをトントンと叩く。これは注いでくれる相手に対してのお礼である。これは天心を食する場合、通常は会話を楽しみながら食するので、 お茶を注いでくれる人に対して、礼を言うと、他の人との話の腰を折ってしまうので、それを防ぐためである。多くにおいての中華料理を食す際には、皿は手で持たない。スープ類には、三連芸がついてくるのはそのためである。また、スープ類、麺類を食す際には、音を立ててすすらない。ご飯や汁類は、三連芸、おかず類は箸を使う。大皿には基本。 取り箸がなく、おのおのが直接自分の箸で取り分けるので箸は太くて長めにできている。客人として訪問した際には食べきれないほどの料理が出てくることが多い。また、残った料理を家に持ち帰る文化があるため、食べ残しをお持ち帰り可能な店も中国には多い。コースで注文した場合、前菜、スープ、メイン料理、その他料理の順で、麺半類は最後に出てくる。 主に、関東系の中国人によって、欧米や日本、東南アジアなどの諸国において広く普及し、また現地化も進んでいる。中国には存在しない、オリジナルの中華料理も各国に存在し、例えば日本の冷やし中華、アメリカのチャプスイやインドネシア等のナシゴレン、韓国のチャジャンビョン等がある。東南アジアでは、関東省に加えて、福建省からの移住者が多く、 物件料理も普及している。しゃぶしゃぶは、洋肉と呼ばれる洋肉の鍋をヒントに、日本で考案されたと言われている。また台湾発祥とされる、モンゴリアンバーベキューは、紅羊洋肉と呼ばれる洋肉の鉄板焼きが原型で、アメリカではポピュラーな料理となっている。これら二つはいずれもモンゴルにおいて、洋肉の食べ方として、最上の料理法をルーツにしているが、原型を止めない。また、 日本を含む世界各国でたジャンルの食材、調理法を取り入れた新しい創作中華料理を目指す料理人も多く存在する。日本において中華料理は日常、あるいは晴れの日の食事の選択肢の一つとして定着しており、在日家人、家境の調理師だけでなく、いわゆる町、中華が日本中にあることからも示されるように、 現地日本人の調理師も多数存在している。日本の中華街のほとんどは、関東系と言われ、唯一、長崎新地中華街のみが、福建系とされてきたが、近年は、中国東北部など、各地からの移住者が増えている。旧満州からの引き上げ者の影響もあって、中国東北部に由来する料理もかなり浸透している。また、日本では、四川省出身の料理人、 陳建民が NHK、今日の料理に出演し、レシピを公開していたこともあり、エビチリ、麻婆豆腐、担々麺などの四川料理が広く浸透している。日本人の好みに合わせたアレンジが施されているため、外食のみならず、家庭料理としても広く普及しているラーメンや、エビチリ、酢豚、八宝菜、麻婆豆腐なども、中国のものとは異なる場合が多い。 沖縄料理においても沖縄地方の歴史的背景から中国との関わりが深くラフテーが元祖かのような豚肉料理やチャンプルーといった庶民的な豆腐と野菜の炒め物など沖縄化された中華料理が多くあるまた日本国内において中華料理と呼ぶ場合は日本人向けに味付けや調理法が工夫創作された大衆料理を指しラーメンや餃子を 代表的な料理ととすることが多く、中国料理と呼ぶ場合は中国本来の料理を指すことが多い。日本における四大中国料理中国料理系統、区分地図日本で普及した主なメニュー欧米などの諸国でもチャイナタウンを中心に中華料理は人気があるが欧米の中国系住民は関東省からの移住者が多かったという背景もあって関東料理が多い。味付けは 現地人の好みに合わせて変えるケースもある。例えば、アメリカではケチャップがたっぷり加えられるなど、中国よりもずっと甘くて濃い味付けをされる。こうした料理は、中国人の舌には合わないため、同じ料理でもアメリカ人向けと中国人向けの2種類用意されるケースがある。このような現地化によって、同じ店でも開店して、数ヶ月もすると味が変わることは、昔からあり、 好みに合わせる目的と、本場の調味料の入手難などの要因もある。台湾でも似た傾向がある。中国国外の中華料理店はこの限りではない。食婦の例として、南宋の林宏志、山き清しとも、元の著者不明、許可必要辞類全書、真の塩米、随煙食炭などがある。食婦は、日用類書と重なる。伝統的な料理では、両面粉、粉川、 安人豆腐程度である。日中の生活習慣の違い、冷たい水を好む、日本人と、お湯を好む、中国人イコール、中国メディア。エキサイトニュース。2020年6月1日閲覧。宮崎市貞著、都並守編、総代における石炭と鉄、中国文明論集、岩波書店、岩波文庫、1995年。 ISBN 9兆7840億331万3312。中村隆役、中国の食部平凡社東洋文庫、1995年。ISBN 978から45億8280万5949境で、吉信、日曜類書について、初学者のための中国古典文献入門馬書房、馬学芸文庫。 2018年、ISBN 978から44億898,696、第5回中国料理世界コンクール、中国講習で開催、日本中国料理協会、2017年10月31日閲覧、世界中国2号会、100度、2017年11月6日閲覧、 国土交通省総合政策局観光事業課。日本交通公社多様な食文化。食習慣を有する。外国人客への対応マニュアル。国土交通省 p HTTP。P108HTTP コロンスラッシュスラッシュ WWW.mlit.go.jp スラッシュコモンスラッシュ 00059429.pdf2016 年8月25日閲覧。 2020年4月12日、中日新聞長官日曜版一面著者名、帝国書院編集部、著書名、新編、中学校社会科地図、文部科学省検定済み教科書46地図 -704 中学校社会科用、帝国書院編集部編、発行年、2008年1月25日、参照ページ、21ページ値段より、 インチキ NY 中華街同メニューでも1ドル高2007年3月14日付配信 3K いざ大河内正俊、味覚 P1181947 年東京右上社ありがとうございます